はい、ガルバンの鈴木男3回目になります。救出会です。ダンジョン3階に、退避したメインパーティーを救出パーティーが助けに行くということになってます。よろしくお願いします。じゃあ始めていこう。タコだ、恐竜だ。たまにこのオープニングをこうなんだろうね、ぼーっと見るのって楽しいですよね。さて、で救出メンバーのレベルを前回は、3か4まで上げたんですけど、なんでゲーム始めた時にこの赤い印が最初出ないんだろうね。バグかな。レベル10まで上がりました。エンダーイヤー、トリニティ、ダスティンマン、そして、天地ですね。そして盗賊も育てはしたんですけども、あとね、なんかいい装備とか持ってますけど、これ4階でちょろちょろっと毒針だけ開けるっていうことをやって集めました。結局レベル上げあのあと3時間ぐらいかかったのかな。この救出メンバーで、3階に、救出しに行きます。よろしくお願いします。迷宮に入る。キャラクター、切り裂きの剣、鋼の小手、堅牢な鎧、ノルマンの盾と。だメインパーティーよりもしかしたらいい武器を持ってるかもしれません。モーニングスター、鉄の盾、光る鎖片びら。そして、ビショップが、フォーチャードという槍を2本、槍だっけ、メイスだっけ、それから切り裂きの剣を1本、それから、弓を1本持ってます。これぐらい強くなったんだね。これならいけるだろうと。ちなみにレベル上げの最中に、欲を出して、4階でレベル上げしようという時にですね、2回ほどですね、ビショップが、エナジードレインを食らいました。本当だったらあいつはレベル11になってたかもしれないのに。それはないのか。どういくんだっけ。こうか。いけるようになってますね。ここが3階です。3階のロストした場所も分かってるんですけど、呪文。ロストした場所はここです。ロストはしてないのか。戦闘の最中に逃げ出せなくて、壁の隙間にこう逃げ込んだ的な感じで、あれですね、リセット禁止プレイだっつってんのに、そこでソフトリセットを入れたんですけど、個人的にあれはありだと思うんだよね。だから死体で見つかるか生きて見つかるかの違いなので、やってることは変わらないと個人的には思うんですが、でもね、リセット禁止っつったらリセット禁止だろうっていう風になる気はいたします。というわけでいきます。ドン。謎めいた男、着物を着た男、だから、浪人か。サンダーで大丈夫だと思う。戦闘開始。うお、メガハイヤー食らった。2回食らった。マジか。うへぇ。これは良くないですよ。もう遭難する感じだ。やばいな。やばいなと言いながら、何も対策をしない男。サンダー。うわ。一人死んだろこれ。マジか。天地が死んじゃったよ。じゃあ一回戻りますね。ああ、ない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 。
盗賊入れてないんだから。マジか。絶対に勝てる自信があったのに。まあまあこういうことがあるから面白いのかな。よしよしよし、ルート覚えてるぞ。逆。はい。ジン、お金持ってんの？大丈夫だと思うんだけど。2500。持ってる？あ、4200ある。これで死んだらどうしよう。また育て直しだ。でーん、よーし、ありがとう。いや、びっくりしたよ。なんだよ、それ。と思って。しょうがない。しょうがなくはない。じゃあ、違う。まず仲間に入れて、これやっぱ人数が4人に減ってると、あれなのかな？トータルの素早さであるとかっていうので、計算が入って敵の方が全部早く行動するみたいな感じになるのかな？まあよくわからんですけどね。ああ、そうだ。そうだよ。なんで、プロテクションっていう防御力を上げるやつがあるのにそれを使わないんだよ。余裕こきすぎでしょ。とりあえず魔法使いを全部回復させて、あの正体不明の敵がさ、多分僕戦ったことある敵だと思うから大丈夫だって踏んだら3ターンも死ななかったんだね。それが範囲ですな。油断はしちゃいけないね、やっぱりね。はあ、その油断で君はあそこにパーティーを置き去りにすることになったんだぞ。なったんだぞ。次回の意味を込めて、ね。本当にもうすぐに救出できるかと思ったらなかなかそうもいかないみたいね。ちょっと体力が誰がどう回復してるかわかんないから馬小屋ですいませんね。よいしょ。そう、プロテクション覚えてたんじゃん。よし、このまま行く。舐めてる？舐めてないよ。ただちょっと怒りで こんな形ではないはずだっていう、なんだろうな、絶対に勝てる自信があったのになぜ勝てなかったんだという思いが、そういうのが良くないんだよ。やっぱりすぐ来れるね。じゃあ今度こそ行きますよ。呪文、トリニティの呪文で、プロテクション。あと、サモンエレメンタル。アンデッドコブルト7体引き連れていきますよ。救出だ！有効的なガルバントードが現れた。有効的なら、立ち去ります。天地が、性格が変わりました。あと1回。何者かが現れた。スパイダーが逃げた。毒を受けた。死んだ。外れた。逃げた。コボルトが毒を受けたのね。じゃあ、もう大丈夫です。これ、ファイヤー2発で沈むのは知ってる。あ、すごい逃げる。よし、勝ったぞ。ディバイントラップ、トリニティ。ああ、爆弾。もう諦めます。よしと。で、ここで、調査。あ、違う。仲間を探す。そうすると、ああ、いた！いました！さあ、誰から助けるかですよね。
だ天地がもうグッドになったから、天地を外す予定で、2人メンバーを外せばいいんだよね。だから、ああ、なんかいろいろ持ってんな、おい。持ってるやつから?いや、違う。まず、ボンジャックと、あと、回復役のペシルさんを加えて、で、ここで戦うのめんどくさいから、要はこの階段の近くに、あれ、置いてくってできないのか。あ、仲間から外すで、誰外そう。ダスティンはちょっと今のところ必要だから。天地か。天地とトリニティを外して、で、もう一回行って、で、探して、あ、頭がいい。よし、これで、ラショーモンとアマデウス、モモコを入れて、で、ここで、仲間から、とりあえず、ラショー、ちょっと待って、ラショーモンのアイテムとかをどうにかしたいから、まず、ダスティンに不確定アイテムを集めて、で、確定したアイテムをダスティンが、渡して、で、未確定のやつを、なかなかめんどくさいことをやってるけど、これってちょっと面白大事なことなんじゃないかなと。で、識別をして、モアモーニングスター、ショートソード、眼帯、また新しい、あ、フォーチャード。で、これで分かれればいいんだろ?一旦ここで、何をやってんの?仲間から外すのはちょっと感覚的に僕の中にないんだな。ラショー、モンコと、ペシルさんを一回外して。助けに来ましたよ。これで何回も戦わなくて済むんだな。よし。なんでスペース押しちゃうかな ?M キーじゃなくて。これで最後だ。よーし。レベル9なんだ。ってことは、低いんだ。あ、ていうか、救出パーティーの方がレベル高くなっちゃってたんだ。もう怖くてね、上げるしかなかったんですけど。だそうです。ってことは、装備も実は、あれか?装備も、エンダーさんの方がノルマンの盾とか持ってて、しかもレベルも高いってことなんだね。これはちょっと、あれか?組み替えとかを考えた方がいい感じなのかな?かもしれないね。ダスティンマン、不確定アイテムを集め、鑑定、ついてない。識別して、鎖片びら、オールパイク、グタペルカの杖、OK。じゃあ、魔法使いに行くタペルカの杖を渡して、いる?あ、いないよね。あ、いた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 。グタペルカの杖を魔法使いに。フォーチャードは、戦士しか装備できないのか。じゃあ、シルベスタ・ロン。そして、いらない鎖片びらとかを、ここに預けて、なんで?あ、置物があるぞ。置物を鑑定すると牛と猫が揃うんだな。鑑定。そうだね。で、これを、
アイテムを。ここにあると。そうすると、いいんだね。で、切り先の剣を上げたいので、アルコールランプがいらなくて、切り先の剣を、残機に与えて、ノルマンの盾、ああ、装備してるからダメか。いや、ノルマンの盾は救出パーティーに置いとこう。もうこの子たちはもうちょっと頑張って自分たちの力で強くなっていかなければいけないからね。装備上げて何を言うかですけどね。よし。じゃあ、これで、ちょっとずつ持って帰ればいいんだな。もうでもあと移動だけだから、次に来るときに、2人で来ればいいのか。そういうことだね。よし。じゃあもうダスティン・マンの出番はないかな。いや、まだダスティン・マンの出番があるのか。だから、ダスティンを一回ここで、ダスティンを外して、マンを外して、で、仲間を探して、誰を持っていくか。そうね。だから、天地さんはもうグッドになったから連れ帰っていいんだよね。よし。もう救出パーティーの出番がないことを祈りますよ。鎖片びらを着た男。呪文を唱える。メガフリーズ。呪文を唱える。ギガファイヤー。高烈だから攻撃ができない。そして、ギガファイヤー。よし。もうオーバーキルで。いいんじゃないかな。よし。でも目的は達成しましたよ。帰るぞ。もう帰り道に結構人が現れますね。困ったね。だから、あれ？高烈だけど攻撃ができてる。ああ、そっか。武器のあれか。もう出ないだろうと思ってんのに。なんで出るのかな？よし。おー、すげー出る。武士若。わー、これは、もう、順番並び替えるわ。こんだけ出るんだったら、うわ、死なねえし。これは、僕が油断しましたね。順番変えます。残機、エンダー。ロン。で、ね、ちゃんと適正に機能するようにしないと。で、こっから、こうか。あ、違う。あ、ここがいつも。だから、こう行って、こう。ね。まだここの北と南がよくわかってないんだね。さて、キャラクターを調べる、回復の子がいないのか。あ、なんてことだ。回復の子がいない。まあいいだろう。宿屋に、天地を止めて、ご苦労さん。エコノミーで、休んでくれたまえ。ありがとう。で、仲間を外すで、二人で迎えに行きゃいいんだよな。だから、天地外すじゃん。で、一回ボンジャック外すじゃん。で、ロン外すじゃん。
よし、この2人で行こう。残機とエンダーで行こう。今ね、ちょっとね、メインパーティーの、せっかくのシルベスタローンを外そうかどうしようかって今頭の中によぎってるんですが、まあそんなことはせずにですね。やっぱメインパーティーはメインで、ね、サブ、救出メンバーはあくまで救出メンバーって方がいい気がします。で、よし。最高ですよ。仲間を探す。よーし、いた。よーし。完璧。そして、このメンバーで、キャラクターを調べて、あ、そうだ。ザンキーさん、切り裂きの剣装備しちゃった方がいいんじゃない？これで強くなるよね。よし。そして、ダスティンマンが、不鑑定品がないので、一回このまま戻ればいいんだね。よし、戻るぞ。そして、メインパーティーでまた探索を始めると。いやー、かかったかかった。結局、レベル上げに、あれ？間違った。よし、間違ったね。6時間ぐらいかかったのか。大変でしたね。誰か。ラショームがちょっと受けてますね。お、ギガヒールがあるじゃん。で、お、いいじゃん。よし。というわけなので、アイテムを渡す。ああ、これでトリニティの出番も終わりか。だけど、トリニティの防御力上げるのとサモンエレメンタルは魅力だよな。ペシルさんよりも装備いいしな。そんなこと言ったらキリがないでしょ。よし、じゃあ戻って、ご苦労様でしたと、宿屋に泊めてね、エコノミーに泊まっていただきましょう。意味ないんだけどね、体力があるけど、でも、ご苦労さんという意味を込めてね。ダスティンもご苦労。ありがとう。よし、じゃあ、一回パーティーを組み直しますか。仲間を、あ、じゃあ。大丈夫なんだよね。さっき見たから大丈夫だよね。うん、そうだね。大丈夫だね。ダスティンが持ってたやつは渡したんだね。よし、じゃあ、仲間から外す。一回残機だけにして、で、仲間に入れる。シルベスタロン、ラショーモン、ペシル、ボンジャック、アマデウス、ラショーモンと。オッケー、戻りましたよ。というわけで、3階の探索などと、シャレ込もうという感じですね。ペシルさんを、馬小屋に入れて、次からどうしようか、リセット。まあでも、リセットプレイを期待して見てる人からすると、もう期待は裏切ったわけだから、今更って感じはあるんだろうな。なので、あんまり良くないかもしれないですね。フォーチャードとか装備しちゃっていいんだよね、多分ね。アイテムを渡す。フォーチャードを、フォーチャード結局装備できないの。
グタペルカの杖をこう眼帯を、両目が見えてないキャラはシルベスタロンだから眼帯はこの子に与えよう。で、ホーチャードが3つもあるの。で、和製の弓をこうやって、そうすると、いいんだな。まあ、間違ってたらまたね、別にやっていけばいいわけですから。装備。あれ？グッタペストの杖持ってない。いやいや、まあまあ、先にこっちに。グタペルカの杖。ロープ。そして、装備。ショートソードから弓。立って、鎧。よーし。装備もだいぶ良くなるでしょう。ロングソードとフォーチャードだと、プラス1がつくだけやっぱこっちの方が強いんだね。で、中距離攻撃ができるのがやっぱ強いんだな、俺な。後ろに下がってもある程度攻撃ができるぞってことだから。じゃあこれで行きましょう。で、アルコールランプが装備できるってなんだ？あ、装備した。あー、呪われていたー！はー！ああ、これ呪われアイテムなんだ、眼帯って。かっこいいからつけようと思って、これは大丈夫でしょうと思ったら、やられた。やられたわ。やられましたね。じゃあ呪いといてもらうしかないんだね。お金は？お金。ここではお金集めらんないのか。キャンプ開いて、これで集めて7000。はぁ、やばい。呪われたから、やっぱりロンさんはあれですか？1軍から2軍に行っちゃうんですか？アバノーネジン。助ける。あ、違う。ジンじゃない。宿、商店。ロンさん、呪われてしまったので、呪いを解いてください。いくら？22！ はぁ、高くなかった。よかった。あとは、フォーチャードがこんなにいらないから、売っちゃっていいんだね。フォーチャードを2個売ります。んで、売る。メイス。結局、杖が、あれだったな。持たせられると思ったら持たせられなかったな。まあいいけどね。売る。ショートソードを売って、オールパイクを売って、これでいいかな。中和剤が4は毒消しなので、このまんま行きましょう。よし。じゃあ、今度こそ、迷宮に入ります。ちょっと体力が怪しいですね。ペシルさんの呪文で、この人がプロテクション覚えてないんだよね。レベル1違うとやっぱ違うんだな。まあでもギガヒール覚えてるからいいんだけどさ。ロンさんを回復。あとは普通のヒールでいいかな。よし、これで全部回復して、装備も良くなったと思うので、これでいきましょう。OK だね。銀の鍵、亜鉛の鍵、赤猫の置物、お寿司の置物。よしと。じゃあ3階の探索していこう。いやでもやっぱリセット禁止プレイっていうのは心臓に悪いな。今回きりで、
今回きりでもいいような気がするな。さて、じゃあどうしよう。マップを見ましょう。ダークゾーンのところがあって、だから明かりの魔法つけてないんだけど、あと、もう、これいらないですね。ここいらないですね。だから、ここ目指せばいいんだな。ここの扉が入ってないから、そこの扉を入るとこかな。よし。じゃあ、行きましょう。一応、ダークゾーン以外のところが行けるのはありがたいですね。よっ。メガファイヤーで十分。ああ、いいね。テレポーター、ディバイントラップ、テレポーター。これはもう確実に諦めです。死にかけたんだから、僕はもう、あれ？何にもないじゃん。何にもないんじゃん。じゃあ結局あれか。あれ、この、ダークゾーンの方行くしかないんだね。あー、ピットだった。空中浮遊。あるんだろ？ここがあれか。じゃあピットの場所を、ここね。ここがピットなのね。P ってしとこうか。ピットだから。で、マップを見るとうっすら壁がありそうなので、右に曲がればいいんだね。あれ？ああ、ピット。しかし、注入。ピット。しかし、注入。いやー、いいね、いいね。よし、ここがピットなんだな。で、マップ的には、壁があるんだな。で、一歩後ろに下がったら、なんか、まだ道がありそうな感じだね。うわ、これマップ見れるっつうのは本当に、まあ大発見ですけど、はい、ここもピットだそうです。便利だよね。把握しやすいし、位置関係が。ただ、未だに上から抜けて下から出るとかいう、あの辺がよくわかんないんだけど。これで、いいのか。ピットのダメージでかいな。よいしょ。わかんなくなった。でも壁を全部伝って、上の壁は全部いけたみたいですね。これはちょっと動画的に見づらいと思うんですけど、うっすらと白い壁が見えるんですよね。だから大丈夫だと思います。で、右曲がって一歩前行って、左曲がって一歩前でどうですか？右曲がって一歩前。左曲がって
で、一歩前。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 ああ、抜けた。ああ、そんなにでっかい。ああ、そんなにでっかい、あれ、ダークゾーンじゃなくてよかった。だから、ペンください。さっきまであったった。こうあって、真ん中に T があって、で、そこにピットピットピットで、入り口入って、入り口入って左回りで進めばいいんだろうな。で、抜けて、ここに出ると。OK。よしと。ヒールの数が少ないけど、これはちょっと回復入れてた方がいい気がする。ラショーモンコは大丈夫です。これでいいだろう。ピット痛いね。さて、じゃあここから入るか。敵、パイレーツとブッシュワーカー。パイレーツ攻撃、チャームのスリープの、フリーズ。薄着だから寒いのに弱いんじゃないですか。まあ悪かないけど、あれ一人外れたな。あ、そうだ、後ろの後列が攻撃できるんだ。これは美味しい。あ、7のダメージは結構いいよ。いいね。罠はない。じゃあ開ける。鎧だ。よし。真ん中。パイレーツが現れた。戦う。4人。チャーム。メガフリーズ。ファイヤー。ああ、メガフリーズあるから強いのか。そうか、レベルだけじゃなくて罠はない。じゃあ開けるよ。はあ、ドキドキ。ああ、出た出た、宝石の袋。これがいいんですよね。救出チームも一回拾いましてね。ああ、全部敵か。ホワイトロー、これは直接殴って大丈夫。罠がない。あれ、3連続罠がないってすごいね。なんか話そうとしたけど忘れたらしい。はい、壁には血のような赤い色の文字で次のような言葉が書かれていた。 G はガルバンの頭文字 G。やつは昔、ガルバンの領主だったのさ。え、それだけ？それだけ？あ、メモしていいですか？ここに。壁には。血文字で次のように書かれていた。
血のような赤い色の字。血文字って言ってないんだね。G はガルバンの G。元気の G みたいですね。イニシャル G。やつは昔、ガルバンの領主だった。だから、え？だから、鈴木男が領主だったってことでいいの？怪物とは違うの？なんか、このヒントを聞くために、いるの？ちょっとマイクミュートにします。はい、すみません。一回マップ見るまでもないだろう。ガルバンの領主だったのさ。それだけなんだね。まあ断片的なヒントっていうのも、ウィザードリーらしいっちゃらしいので、謎めいた男に、さっきからこの人にやられてんだよな。これが意外に強いんだよね。だから、まあ全力で行けばいいのか。とりあえず下行ってないから下行けばいいね。ぐるっとだから回ればいいのかな。大丈夫。はい。頭が回転し始め、君たちは立っていられなくなった。倒れた肉体から魂が抜け出し、地上を目指して浮き上がっていくのを感じた。ああ、よかった。街に戻っただけか。ビビらせんじゃないよ。テレポートかなんかの罠引いたかと思ったよ。だから入って左曲がってまっすぐ行っての踏んだところだから大丈夫だと思うけどね。よし、じゃあ町外れに行って迷宮に入ってで、まあ、行ったなもうないんだね。よし、もう一回止まろう。ペシルさんがまだ体力が戻ってないから馬小屋か。はい。いや違う。シルベスタロンが体力がないのか。そういうことか。だからどうせまたダークゾーン行くから、アマデウスさんの呪文で空中浮遊を唱えておけばいいかな。
りあえずダークゾーンの手前になったらレビテッド。あれ、よし。で、うん。だから今度は下回りに行けばいいんだろ？右回りにまっすぐ、行けばいいんだね。あ、ドアあんじゃん。なんで？どこだ？入って左曲がって、だからここか。ここが、何マークでやればいいかな。帰るマークなんだけど。回転床がアットマークっぽいから、米印にしとくか。これが帰る場所になっちゃってると。はあ、びっくりした。よし、行こう。せーの。あれ？ここにピットがあるんじゃない？あ、ここか。で、壁があって、一回ここで抜け入れて、で、こうだ。合ってるね。どう？ああ、いいね、いいね、いいね。いいですよ。ああ、じゃあ結局、ダークゾーンを抜けるところじゃないと、いろいろ行かないって感じか。違うな。泉があるんだよな、この。一回、明るくするやつ。あ、あと、ネームモンスターズもお願いします。十字路だ。おや。やっぱちょっと弱いんだな、こっちがな。メガファイヤーもらっちゃうんだ。これはどうなってるんですか？ん？僕は北に向かってずーっと移動してたはずなのに、どっか違うところを歩かされているぞ。回転床がどっかにあるのか。あ、ピット。ねえ、やろう。とりあえず行き止まりだから調べとこう。何にも見つからない。あれ？だから、ここが回転床だとすると、あれ？でもドアが見える。あ！これダークゾーンに戻らされたんだな。左回り、時計回りに、回転床が機能してると見ていいですか？左90度回転床系ですか？あー、そうだね。左に曲がってんね。これランダム回転だったら一番嫌だけど。だからもう一回ペシルさんが呪文を唱えて、マジックライトをつけて、ブライトネスでもいいかもしらんな。で、左に曲がってしまった。だから、右に曲がり直して、違うな。右回転、ん？だったのか？
あ、左回転じゃなくて右回転か。右にぐるっと回る。だから、これで、なんでヒールになってんの？違うよ。ん？なんで戻ってんだ？戻ってんだ。ここが右回転で一回右回転して。あ、わかった。ワープポイントだ。だから、ここがワープポイントなんだろう。で、ここにワープしてきちゃうんだな。だから、法則が同じなんだったら、一番真北のところまで行けるだけ行ってみた方がいいんだな、これな。ボンジャックの体力が心配なので、回復させておきます。モモコもちょっと心配だから、かけとこう。で、左2回押して、上。ここに関しては、わかんのかな？今4回押したよな。だから、右に曲がるとして、1、2、3、4、戻ったってことだよね。これで北に抜けてれば、右回転回転床っていう法則がわかるんだけど、戻ってきた。はぁ、あ。あれ？違うな。で、左1。お！いけたっぽいぞ。だから左に左1で回転床が必ず回避できるんだったら。あれ？全然違う。上に行ってない。まあでもいけるだけ行くか、そしたら。メモをして。メモして、左1が失敗なんだけど、とりあえずここまでは来たと。で、まっすぐ行きますか。ここにはワープがないっぽいね。ほう。これ入るしかない。ボス部屋かな。だとしたら回復しといた方がいい。OK。魔物は気づいてない。僕、この組み合わせで一回逃げたんだな。なるほど。じゃあ、これで、先制攻撃か。死なないんだね。10万。チャーム。いや、どうせ素早さで間に合わないんだったら、違うやつにかけた方がまだマシだな。サンダーありますか？サンダー。2連発。どうだ？よし、よし。
先に行った。オッケー。あー、じゃあボスではないんだね。回転床か、もしかしてここも。僕は今だから西向きに入ったから、北向きかなんかだといいんですよね。関係ないな。いや、一方通行ドアだ。すげえマップで見づらいと思いますけど、赤い矢印の先が、こっち側だけ扉があって、向こうが壁になってるから、ダメだね。じゃあ、戻って。これで、南向いてるとして、左2階で、これ、侵入する方向によって回転の角度が違うのかな？そういう感じなのかな？ももこさん。違うな。だから、左一回回転でいいんだよね。ここが回転床として、ぐるっと回って、で、左一回押して、上、どうだ？押さなくていいのか。左押さずに、まっすぐ。ああ、抜けた。もう僕がわかる順番で、まず一番最初の回転床のところで、だから配置。アットマークして。回転床だから。最初の回転床を西の方角から東に向けて歩いたときは、左2回押せば上に行って、で、そこまっすぐ行った後回転床だなって思われる十字架のところで左一回押すと、横道というか西にそれるので、そこからもう一回入り直して、何にも押さないと北に行く。回転床の法則がわからん、わからん。これはどうなってんだ。そっか、ここでマップ見てもどうせ見えてる場所じゃなく歩いた場所のマップだから関係ないんだよね、これね。今だから右向いて左向いたから、左向いて右向いたのかな。どっちにしろフラットなんですよ。だから、このフラットな状況で、まっすぐ進めば、違うな、戻ったな、多分。まっすぐ行くと正面に扉が見えるけど、この扉が果たして何にもしてない状況です。あれ？ってことは戻ったんだな。ワープ踏んだのか？そろそろ呪文がなくなってくるよ。ああ、なくなるね。わかった。これもワープだ。はい。こう、先が見えてるってあたりがなかなか罠としてね、よくできてるだなと思いますね。視界がちゃんと見えているから、余計に騙されやすいみたいなね。同じとこにワープしてくるんだろ？だから、ここだ。ここも T1 ってことでいいんだな。
じゃあここもそうなんじゃねえのと思うけど、それは実際踏んでみないとわかんないけど、踏みたくないからね。あ、次失敗したらでもあれか。次戻されたら、ダークゾーン入って街に戻ったっていいんだもんな。よし。で、左に一回押して、違う。ああ、敵が出た。生草坊主。ハイウェイマン。生草。ハイウェイマンにチャーム。そして、生草坊主に。で、サンダーかな。ん？サンダーいらないのか。メガファイヤー、ギガファイヤー。これで一旦切るかな。どうだ。よし、ハイウェイマン全員未了。全員死亡。よし。ああ、魔法、封じられてたか。すみません。声が出なかったって出てた。あれ？じゃあ、これも、声が出てないのか。試しにファイヤー。この人はもう、声が出ないからしょうがない。ああ、声が出なかった。両方封じられてた。これは失礼しました。え、なんで攻撃が通じないんですかね。こっちもそんなにダメージ食らわないから別に痛くはないんだけど。まあだからやっぱレベル9で、の状態だとギリこっちの方が弱いんだろうな。だから素早さで負けて向こうの状態を変える魔法が効いてしまうんでしょうね。よし、来た。多分ここで来てるはずなんですよね。で、このまままっすぐ、ここに入れないんだと思うんだよな。左3回押した。そしてまっすぐ進んでみた。戻った。だから、回転床ですっていうことだけを記して、ワープだね。左3回押すのはダメなんですよと。オッケー。あとここにピットがあったっけ。よし。ピットのピ。よし。よし、戻ろう。一回帰って仕切り直しだ。よし、帰れるね。これはこれで便利だな。迷子になって帰れるように作られてるというか、親切設計ですね。ねえ、そろそろ、でもな、年齢重ねたくないのでね、年齢重ねても問題ないか、別に。短いシナリオらしいし。じゃあ最初から、ね、宿屋泊まってればいいじゃんって話なんだね。呪文。ギガヒール。誰に唱えたら一番効果的かな。ロンかな。メガヒール。
変だ。でも、まあ、こっちの方が確実は確実だからね。よし。じゃあ、迷宮に入ろう。で、ダークゾーンのとこ行くまでは別に大丈夫なんだね。だから、このまんま進むと。いやー、でも救出できてよかった。よいしょ。でも、いつの間にか救出チームの方が強くなってたっつうのはなかなかの誤算であります、ね、よしと。でここで、空中浮遊入れてまっすぐ行って、あ、ピットだ。でありゃ、戻っちゃって。ごめんなさい。分かったつもりで言ってたな。まあ、これだったら左回りで行った方がいいよな。その方が間違いないもんな。よし、じゃあ、もう一回行こう。でもこのリトライの利便性もやっぱウィザードリーの長所ですよね。これ他のゲームだったらやっぱこうはいかない。もうちょっと長い感じだもんね。あ、ここじゃなかった。警報だったら、まあ、ダメ元で開ける。で、これ、一回呪文かけよう。よし。よしと、戻ってきたぞ。さて、キャンバスを調べるじゃない。キャンバスじゃない。キャラクターを調べる。ここでマジックライトとネームモンスターズ。よし。で、2階。で、左1階。の戻ってまっすぐで、ここなんだよね、多分ね。入って2、あれ、行き止まりが見えてる。ここか。ピッと宙に浮いている。南向いて戻ったな。ああ、じゃあ、うん？どの時点で僕は戻ったの？ってことは、このチップの配置が間違ってる可能性があるんだな。ここは違う可能性があるんだな。で、あそこに扉が見えてると。扉がうっすら見えてんだけど、その扉が、ん？違う。ここは知ってるんだ、僕は。2番目で間違ったな。だから、ここは入って、何にも押さないで上。で、この後ですよ。ここ入って、右一回でダメで。じゃあ、上を押して、上で、下を押して、で、
回れ右下んだよ。ああ、もう、どこに戻ってんだ、これ。いや、踏んだ時点でワープなのか。じゃあ、他に行く道があるのか。その可能性もあるんだよな。あの、ウィザードリーのシナリオ1のさ、今日の試練場でさ、あの、3階か4階にさ、その十字路がいっぱいあってさ、その十字路のその真ん中のところね、交差するところに全部回転床置いてあるっていう、あの、エリアがあるんですよ。僕はあそこが大嫌いでね、あの、行き方としては左回りの法則で行けるんだけど、あれが苦手でね。どういったもんかな。で、ここまでは行けてんだよな。ここまでは行けてるんですよ。ほら。で、ここ入った時に、どういう風に動くかなんだよな。右1回でダメだったから、右2回にしようか。踏んだ。右2回。1、2。ハズレ臭いな。ガルバントードが現れた。うわぁ、アンチョビーマンもいる。チャームのサンダーで、どうですか。うわー、こっちの方が早くな、行動できない。行動できない。よし。あー、でもレベル下げられないで済んだ。よかった。で、今どこにいるんですか。あー、そっか。あー、戻ったんだな、これね。うっすら扉が見えてたら多分戻ってんだよ、これ。で、ちょっと待ってね。ここで、調べれば、あ、これワープだ。だからあそこ、どう行こうがワープで行かれないんじゃん。じゃあ途中になんか、隠し扉みたいなのでもあんのかな。うん、戻ったもん。これなんで戻ったかっていうと、この十字路を踏んだから戻ってんだろ？戻ってっかな。うん。ああ、どうにかして、回転床三つっていう風に思わせといて、実は違うぞってことか。ああ、どういけばいいのかな。でも、思い込みが激しいとダメですよ。これは愚直すぎるな。何かあるはずだ。回転床の法則が分かってない。あ！わかった。だから、ここに入るんだ。ここだ。
2番目の回転床のところでワープポイントみたいな、いやでもここに印がついてるってことは違うのかもしれない。ここに入るんじゃないかな、もしくはここの横のところに、この辺の横のところの調べると何かあったりする可能性のどっちかなんじゃないの。僕ならそう、そう仕込むかな。で、ここ関係ないってことが踏んだんだもんな。踏んだんだから違いますよ。回転床の法則がわかるといいんだけどな。まあでも、敵が出て戦う分にはね、レベルも上がりますし、いいんじゃないかなと思いますよ。ね、経験値もそれなりに多いしさ。うん、ここに来ちゃうんだよな。ていうか、調べるか。あーはーはー、はい。なんだ俺。よし、焦げかぼちゃになってしまえ。あれ、意外に魅了が効かない。魅了が効かなかった。問題はここなんだよね。あれ、問題はここじゃない。僕がまた間違ったのが、わかった。僕が行ったつもりで行ってないんだ。だから今までちゃんと行けてたつもりのやつが行けてないから、ちゃんと確認しながら行かないと、ダメなんだ。この時点で僕が間違ってる可能性があるんだよ。ああ、うん、わかった。だから、今入ったワープが、やっぱり、ここは T1 に飛ぶんだ。だから これらが全部 T1 で、で、Z1 に飛んで、で、僕は3つ目に行ってるつもりで行ってなくて、ほんで、回転床で、どっかまっすぐなところを、回れ右されてる可能性があるんだよな。だから、2個目のところを移動した時点で、僕は、この時点で、うん。この時点で、いろいろ考えなきゃいけないんだね。で、ここで、ああ、わかった。僕、戻らされてる。なるほど。違うぞ。これ、ランダムなんだ。
で、ここで敵が出るから、なんだろう、法則を考えてるときにイラッとくるっていう、そういう感じなんだな、これな。ここをさ、この時点で、抜けてる。ああ、だから同じ風に押してるから、これランダムなんじゃねえかな。ランダムで回転床があって、ほいで、まっすぐ進んだら大体ワープポイントに入るようにできてて、で、ここは一歩一歩、一歩一歩ちょっとやってきます。一歩進めるたんびに、回転床がないか。だから、交差点にあるとばっかり思ってるけど、そうじゃない。可能性があるんだよな。いざーと、はい。よし、大丈夫。方向も大丈夫。ここまで大丈夫。そんな難しいかねえと思うけど。ああ、じゃあ大丈夫なのか。ここにさえ来ちゃえば大丈夫で。で、まっすぐ行って、まっすぐ押したら絶対右に行くから。この回転床に乗った状態で、ジャックエンドが。おお、来た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 。ああ、だから視覚的に見える壁のある方向に進められるんだ。だから、その方向さえ分かれば、この壁からだから後ろ向きに行くと、壁が見えた後、左に押したところの、道が、西につながる道になるんじゃないかな。ここはワープポイントじゃないな。もう踏んだ瞬間にワープするから、マップ開いてここにいるってことは、ここはワープポイントじゃない。今これが北向いてる状態だから、左一回押して、これで、あの回転床せめて90度確実に回るとか、なんか法則があってほしいんだけど。ほら、行った抜けた抜けたけど、この先もやばいんじゃないんですか、やばいんじゃないですか、ここがやばいんじゃないかなと思うんですよ。あ、一本道だ。羅生門は何か気配を感じた。はい。調査。どうだ、どうなってんだ、ワープとかしてないの。もうそろそろウィザードアイの数も少なくなってきましたよ。いやー、回転床悩まされたね。まあ回転床で来れるから左側の扉は後でいいよ。こっちから入ろう。なんすか、床に並んだ植木鉢には赤や緑のハーブが植えられている。部屋の奥に佇む大きな古いロッカーは、君たちに開けられるのを待っているかのようだ。その中で何が得られるのか、その中で何者に出会うのか、老獪な冒険者にはすぐに予想がついた。じゃああれか、鈴木男に会うなはは。合うんですかね。何者かが現れた。レジデントイビル。あれ？なんだ、ただの敵だな。2匹。もしかしてこれ、あれですか？オラオラですか？
終わった箱宝箱が出てないからこれはいいのか。キャラクターを調べる誰だ、あった、箱ってことはキーアイテムってことでいいのかな。でこっち入ればどうなる。あ、何にもないじゃん、何にもないじゃん。調査どこだここ、み、あ、あってんの、いや違う、ドアがない。なあ、びっくりした。ワープしたかと思った。ああ、じゃあもう帰っていいね、これ。これ逆に帰れなくなったら面白いけどな。帰ればすぐだ。帰りますよ。よし、帰った。商店。調べる。調べる。識別。フレイル75。箱0ゴールド。なんだって？売るで見ないとわかんない。何？これか。壊れたバッテリー。興味がありませんと。イベントアイテムかな。バッテリー、バッテリー。あー、泉か。3階の泉に行くのか。そうか。分かっちゃったな。ここでやめようかと思ったけど、もうちょっとだけやろうかな。鎧線。落ち火、これちょっと僕あんまり怖くて装備したくないんで、まあでももうちょっといいものないですかっつっても、ねえ、ないんだからね。あ、光る鎖片びらが手に入った、やったー。あれ、宝石の袋って料金50だ。あれ、これって開けたら1万ゴールドで売れるやつじゃないね。あ、違うんだ。あれ？もしかして、ビショップで鑑定したから1万だったのかな？それとも、外れの宝石の袋っつうのはあんのかな？まあ、わからないですけど。いろいろアイテムがいっぱいあって、その、まあ、意味のないユニークアイテムだったりするものが、結構ちょっと面白いなと思いましたね。馬小屋。結構いっぱいなんか役に立たなさそうなアイテムがたくさんあるので面白いです。さて、じゃあ3階の泉に行きたいなぁと思います。バッテリーが充電されるんじゃないかっていう。だからあそこに、ウィロー・ウィスプが配置されてんじゃねえのかなっていう。どうですか？この読みはどうですか？違ってたらどうしよう。まあ、いっか。巣の浴槽。ほい。ほい。これが浴槽だろうか。床一面の大きな水槽は澄んだ液体をたたえている。巣の匂いはしないし、熱くもないようだ。あれ、あ、同じか。ああ、バッテリーじゃないんだ。二つの像を水槽に沈めると、その片方は怪しい泡を吐き出し始めた。ボコボコボコ。充電が完了した。あれ？
あ、敵出てこねえんだ。充電完了したって。ああ、でも、あれだ。泡が出た方は溶けてるのか。あれだ。昔、理科の実験でレモンとかなんか使って電池をやったあの実験に近いのかな。ほいっと。で、充電が完了したらまたハテナ箱になったんだけど。これはどういうことですか、おじさん。うん、同じことしか喋らねえ。G の呪いがどうだこうだって。同じことしか喋らねえ。先制攻撃か。先制攻撃も嬉しいんだけど、こっちがよっぽど強くないとね。あんま機能しないからね。一回、じゃあ、マップ見てみようか。まだ、でも3階は探索できるところがありそうな気がするけどな。うん。1個探索漏れがあった。何にもなかった。んで、よし、戻れる。よし、体が覚えてるかな。で、また鑑定すればいいんだろ。で、光の鎖片びら渡してないんだろ。焦点で、鑑定してください。え、お金が足りない？え、お金取んの？ちょっと待って、待って待って。あれ？さっきゼロだったじゃん。え、なんでお金取んの？ああ、壊れたバッテリーから普通のバッテリーに直ったんですね。ってことはエレベーターのところに行くと動くのか、それともエレベーターはまだなのか。ちょっと、どっちなんですか？これで動くのかな？あ、動いた。説明文がないまんま。壁には4つのボタンがある。1階、2階、3階。とりあえず3階を行こうかな。で、ここがだからスタート地点と同じ座標だよな。あ、ちょっとなんかある。ん？一方通行かと思ったら違った。頭が回転し始め、君たちは立っていられなくなった。あれ？ここもワープですか？ああ、ワープだ。ああ、なんだ、ただのマップ埋めか。そうか。そうか。4階の威力偵察をちょっとしてから戻ってこようかなと思います。今日はそこまでやって終わりです。宿屋さんに泊まって。レベルも上がってないしね。あの苦労は何だったんだろうって思うけど。でもやっぱりリセットなしプレイっていうのは辛いんだな。すごい緊張感と、あとは宝箱の諦める率もやっぱすごいので、もしかしたらあそこで宝が取れてたかもしれないとか、思ってしまう感じね。だから、どうだろうね。配信的にはやっぱり あっちの方がいいんだろうけど、
ノーリセットの方が面白いんだろうけど、どうかなと思うね。でも、とりあえずバッテリーがあればここが動くのね。OK。じゃあ4回行ってみまーす。さあ、初4回です。ドン。ああ、いきなり2つに分かれてる。下から。よし。お、なんかメッセージかな？シュートかな？シュートだったら嫌だけど。なんだ？エレベーターホール。なんだ？ん？ G の居室。何もわかんない。ノームプリースト、パイレーツ。プリーストか。きついな。ああ、だからここでいつも逃げるを選んで、ああってなるじゃん。戦いなさい。あれ？これ逃げられるやつじゃねえか？もしかして。逃げられるよね。G の拒絶。実験室。じゃあ、キャラクターを調べる。実験室が、ここね。ここが、ん？あ、戻ってきてんのか。で、ここが実験室だから、え、そうなの？ここが実験室だとするじゃん。じゃあ、何で配置するかだよね。トランプのマークがいいかな。実験室だからダイヤにしとこう。で、さっき言った G のなんとかっていうのはどの部屋だ？ここか。え？違うな、ここか。多分ここだな。だから、ここが、G だからスペードにした。なんで？なんかあるんだろうな。あとなんかすげえ敵が出るところが少ないのがちょっと嫌な感じです。イビルアイ。戦えんの？ヒールじゃないな。よいしょ、モンティノ。あ、魔法をとにかく唱えさせたくないんだよな。アンチマジック。20のダメージ。そして全然攻撃が通らない。魔法効くかな。25のダメージ。そして27のダメージ。は？剣と帽子を手に入れた。おいおいおい。40か50ダメージ一気に食らったんだけど。大丈夫ですか？シルベスタロン50回復。
まあ、それは望みすぎですよね。後列にもし攻撃が行ってたとしたら、すげえ危ない状況ってことだよな。とりあえずここは敵だと。ああ、またイビルアイだ。ああ、実験室とかそういうイメージの部屋だからか。何が効くのかな。とりあえず攻撃で掴まれてやばいからギガアーマーを唱えて、スリープで眠らして、ギガファイヤーどうですか。眠るね。ファイヤーも唱える。フリーズ。呪文を邪魔した。ガス爆弾。ガス爆弾。羅生門が外せる気がしないけど、やっぱり。こいつ多分向いてないんだな、盗賊にな。分かった、この子でプレイするときは本当にやめよう。危ない罠は絶対引っかかるぞこれ。毒のダメージが結局受けなかったってこと？受けたんでしょ？あれ？あれ？大丈夫なの？あ、そうなの？エレベーターホールで、おい、あ、来た、エルフメイジだ。一番好きなキャラだよ、ウィザードリーで。これ、この絵を何回ってテレビのモニターから模写したか。かっこいいな。書き直してもかっこいいですね、ちゃんとね。それはいいですね。全力で行こう。全力で行って果たしていけるかどうかですが。起きてるから栄翔を邪魔する。魅了されたから攻撃は通る。よーし、オッケー。実験器具倉庫。わー、なんかある、なんかある。そこはかつて錬金術師が倉庫として使っていた場所らしい。床には壊れた、なんだこれ、ニューチチバッチ、乱引きなどが足の踏み場もないほど散乱している。読み方わかんない。錬金術師は何か重大な発見をしたようだ。殴り書きのメモが君たちの目を引いた。ビーズ、装置を動かすには科学の戸や薬学の戸が持つあのビーズが必要なのだ。ウルトラソウルですか。よーし。あ、ボーリングビートル。ボーリングビートルは寝てくれるから大丈夫だと思うんだけど、一応アーマー下げとこうかな。呪文を唱える。スリープ、呪文を唱える。よし、スリープが通るね。オッケー。よし、ちょっともう怖いから帰るよ僕は。エレベーターホールへ。よし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 、戻ってきた。ああ、何者かが。カエルはわかるけど、モックタートルっていう牛とカメが合わさったやつがいます。うわ。困ったなぁ、困ったなぁ。チャームで凍土を魅了して、メガフリーズをガルバン凍土に。で、
反対攻撃のエナジーボルトを、モックタートルに。これで、いってクリア。5のダメージがシルベスタロン。そして、アルマントードから5のダメージ。ちょっと待って。なんでそんなに向こうの敵が早いの？ああ、チャームがそんなに効かない。メガフリーズで一応全滅。エナジーボルトで39ダメージしか出ない。素早さはないけど攻撃力があるのがロンに攻撃で9ダメージ。痛いな。チャーム効くかな。これは魔法でゴリ押すしかないんじゃないかな。ああ、なんとかなった。うん。わかった。よし、今日はここまでにしよう。あれ？エレベーターホールへって出てたんじゃないんだっけ？エレベーターホールへの道はまた違うのか。わかった。ここで、ああ、南に行きたいのにー。チャンプサムライ！ああ、逃げてもいいんだけどね。13、11、外した。3。これで30ぐらいダメージ与えたけど、全然死ぬ気配がないね。呪文効かない。ああ、60か70ぐらいか。魔法も効くかどうかわかんないからね。ちょっと厳しいかもしれない。なるほど。これで戻ってくるんだね。わかりました。というわけで今日は以上になります。ありがとうございました。次回はだから4階の探索だけど、ちょっとレベル的にも、厳しいかもしれないですね。だからレベル上げ兼4階の探索。そして、羅生門には今後宝箱に触らせないという、方向で行こうかなと思います。怖い怖い。怖いですね。よし。じゃあ一回休んで、今回初めてのレベルアップか。レベルアップしてください。馬小屋で。ヒットポイントが1、生命力、運の良さ、信仰心が上がった。そして、ロンは、ヒットポイントが29。おー、大成長ですね。素早さが上昇、運の良さ上昇。まあ、しょうがないね。このレベルではこんなもんでしょう。良かったと思いますよ。じゃあ、あと、羅生門ね。君はね、信仰心と知恵が上がってくれると、忍者に転生しやすいんですよ。ああ、全部上がった。すげえ。ヒットポイント6上昇の全部上がる。これは本当に忍者への道が開けたかもしれない。というわけで、今日は以上になります。ありがとうございました。はい、終わりまーす。